とうございます。私たちポーポーメン、ポーポーメン、ポーポーメン、ポーポーメンでございます。今の何語だと思います？何語だと思います？ヒンドゥー語。ヒンドゥー語ってあるんですか？あのチャイニーズでございます。チャイニーズですね。チャイニーズでございます。でポーポーメンのポーポーというのは、あの湯婆婆のババって字あるじゃないですか。波の下に女で、ババアたちという面はね、面、そう、たち、私たちも面っていうんですよ。で、ポーポー面でババアたちという意味になります。そしてただいまの曲は、まあ、オンリーワンという曲で、まあ、ご存知の通り世界に一つだけの花の中国語バージョンになります。この歌詞が全然、もう花屋の店先の一つも出てこない、うん、花屋がまず出てこなくて、で日本語訳をちょっとしてみたところ、あなたは私を好きになるのを止められないみたいな。ちょっと大丈夫かお前みたいな、やばいやつだったね。ちょっとやばいやつ、うん、しかも歌って一応ね、アイドルが歌ってるんだけどね。台湾のアイドルだっけ？そう、台湾のなんかマレーシアかどっかのハーフみたいなアイドル歌って、謎のハニカミ王子が、そう、おばさま方に人気のハニカミ王子が歌っている歌を中国語でやってみました。どうでしょうか、皆さんポカンとしてましたか？ポカンとしてくれたらいいなと思います。そうそう、それが狙いだから。それが狙いで歌おうと、もう一曲ポカンとしてもらいたいと思いますが、その前に、告知をします。今日の5時から、下の一食で、ご飯を1年生にご馳走するのでぜひ来てください。でその後1時間後の6時から、片山公民館というところで、ミニストップの向こう側にあるすいません、宮川公民館で、で大丈夫です。はい、やりコンパやりますのでぜひ来てください。お願いします。イエーイ。で場所わかんないと思うので案内するのでぜひお越しください。待ってます。はい、そしてネクストソングがモーモーディシャンスという曲でございます。絶対知ってます。うんうん、聞いてなんかわらわらちょっと笑っちゃう感じ。そうそうそう、笑っちゃう感じになるね。いやでも笑わないかもしれない。そうだ、でも1曲目はさ、最初日本語で裏切ったからね。そうだね、ここで裏切ったもんね。じゃあ、いや、とりあえず日本語の曲名を伏せてやりたいと思います。はい、ありがとうございました。ポーポーメンでした。Bye.
ション。